明け方の星座。私には最近悩まされていることがあります。それは決まって私が仕事から帰った後に起こります。私は会社員ですが、学習塾に勤めているので、仕事が始まるのはお昼過ぎ。その代わり、会社から自宅に帰ってくるのは、いつも日付が変わってからです。昨日も、確か深夜の12時半は過ぎていたと思います。妻や娘たちを起こさないように、玄関の鉄のドアをそーっと開けて、内側から鍵をかけます。玄関先の戸棚に財布やら鍵やらを置いて、抜き足、差し足、静かに居間に移動します。転職した時に会社が借り上げているアパートを借りました。借り始めた時に築10年くらいということですから、今築15年くらいでしょうか。妻は都市ガスが高いと文句を言う時もありますが、内装は綺麗で、私も子供たちもそれなりに気に入っている部屋です。私はネクタイを外し、スーツから寝巻きに着替えました。それは、平日には家族たちとほとんど生活時間の合わない私にとっては、一日のうちでほとんど唯一と言っていい、憩いの時間だったのです。近頃、気味の悪い目に遭うようになるまでは。蛍光灯の明かりは会社だけでもうたくさん。眩しい部屋が嫌いなので、キッチンの明かりと机の上の電気スタンドだけ明かりを灯します。落ち着いた音楽をかけて、一杯引っ掛けながら、書斎代わりの狭い机と本棚にある本を気の向くままに読む。それが私の楽しみです。読書の趣味はまさに雑食といった体で、ほとんど何でも読むのですが、ここのところ怪奇小説を好んで読むことが多くなりました。ちょっと古いやつが好きです。江戸川乱歩もいいのですが、最近の自分の流行は夢の旧作です。皆さんの中にもドグラマグラを読んだ方がいるかもしれません。夢野の作品には夢中遊行、つまり現代でいう無遊病が時々顔を出します。あるいは私や家族を悩ますものもそれなのでしょうか。3時か4時くらいまで酒を飲み、気ままに本のページを食って時間を過ごしますが、明け方近くに眠くなってくると、私も歯磨きをして床に着きます。このところ、私が最も不気味な気がするのが、この時間です。歯磨きをして便所を済ませると、携帯電話の明かりを頼りにして自分の布団に潜り込みます。居間を出て、一旦玄関口を通って、その奥に家族の寝室があります。ベッドなんて気の利いたものはありません。家族4人、地べたに布団を敷いて寝ます。入り口に向かって左に長女が寝ます。その隣に私が寝て、右側には次女と妻が寝ることになっています。いい加減、子供たちが大きくなって手狭になってきたのですが、窮屈でも家族みんなで眠れるのは幸せなことだと私は思っています。携帯の小さな画面がぼーっと光り、寝室をぼんやりと照らし出します。こうしないと、どちらかの、いな、ひどい時には両方の子供を踏んでしまうことがあるので、どうしても家族を起こさない程度の明かりが必要です。布団に入ろうと、自分の枕のあたりに腰を下ろしたのですが、まただ、
という思いが私の頭によぎり、私はその場に硬直してしまいました。携帯の明かりが左手に照らし出しているのは長女でした。しかし、布団の中で寝息を立てているのではありません。壁に背を向けて、ちゃんと私の方を向いて、そこに正座しています。薄目が開いているようにも見えますが、とても静止できません。右手にも、今や見慣れてしまった奇妙な光景が照らし出されます。妻がこちらに向かって、奥で正座しています。そして手前には、次女がチョコなんと、正座しています。初めて見た時には戦慄して、とても起こそうなどとは思いつかず、頭から布団を引っかぶって、震えておりました。その後、おい、どうしたんだ？みんな、起きているのか？おい、何なんだ？怖いからやめなさい。と勇気を振り絞って声をかけてみたこともありますが、これまで反応があった試しはありません。今日もきっとダメだろうと思いました。ですが一応、またか。お父さんはもう寝るからな。お前たちもそんなことをしていると、明日寝坊するぞ。と声をかけてみました。一番近くに座っている次女の開けた薄目から白目が覗いており、携帯の明かりが反射しているのが見えた時には、もう限界でした。しかし、不気味なことには違いありませんが、ただ同じことが続いているばかりならば、何もこんな長い文章を皆様のお目にかけなくてもよかったでしょう。今回、一文をそうするつもりになったのは、今日帰宅したところ、珍しく妻がまだ起きていて、私に声をかけたからです。最近、眠れるか、とか、会社で嫌なことはなかったかとか、そういったような身に覚えのない質問をしてきました。特にないと答えました。実は毎晩のようにお前たちが明け方に白目を向いて布団に正座しているせいでよく眠れないとはさすがに言えませんでした。妻がまだ何か言いたそうな妙な顔をしているのでどうしたのかと尋ねると言いづらそうに言葉を選んで妻が私に聞かせた話に、背筋が寒くなりました。お父さん、いつも夜更かししているでしょ。きっと布団に入るのも遅いと思うんだけど、何かね、明け方くらいにうなされているっていうか。明け方？明け方には普通に布団に入っているけど、どうかしたのかい？うん。言いづらいんだけどね。でもお姉ちゃんも怖いって言ってるし、どうしても話しておかないと、と思ってね。あのね、お父さん。明け方になると、毎日お布団に正座してるの。それで気がついたお姉ちゃんや私がいくら起こしても起きなくてね。何かするわけじゃないけど、薄目を開けたまま黙って座っているから、ちょっと怖くって。私はしばらく言葉を失いました。でたらめだ。明け方に白目を向いて俺の方に向かってきちんと正座しているのはお前たちじゃないか。やっとのことで私もそれを正直に妻に伝えましたが、そんなことはない。お父さんはきっと悪い夢を見ているんだ、というのです。
いよいよ話は平行線になるかと思われましたが、その時妻が証拠があると言い出しました。自分の携帯を取り出した妻は動画を撮ったというのです。今日の未明の時間が保存日時として画面に表示されていました。真っ暗な画面で何が映っているのかよく見えません。ねえ、お父さん、お父さんってば、と長女が誰かに呼びかけているのが聞こえます。お姉ちゃん、電気つけて、という妻の声。画面が一瞬だけ真っ白になって、そこに映っていたのは、紛れもなくちゃんと正座した、私の姿でした。